レッスン1ペストリーのパーフェクションねえ、アンナ、あなたはかなりのパティシエだと聞きましたこんにちは、ジョン。私はペストリーを作るのが大好きです。楽しいし、おいしいものがたくさん作れますすごいですね。どんな種類のペストリーを作るのが一番好きですか 私はクロワッサンを作るのが本当に好きです。フレーク状でバターが効いていて朝食にぴったりクロワッサンがおいしいそのフレーク状の食感を出すにはある程度の技術が必要だと思いますそうですが一度コツをつかめばとても簡単に作ることができますそれは嬉しいですねどうやって生地を伸ばすの 綿棒を使って素早く均等に転がします。テクニックがすべてです。同じ聖地で他にどんなペストリーを作っていますかデニッシュのペストリーやターンオーバーも作っています。それらはとても用途が広いです。それは楽しそうですね。何か特別なものを詰めますか はい、私はりんごやチェリーなどのフルーツフィリングを使うのが好きで時にはクリームチーズも使います「ヤムそれらの組み合わせは素晴らしい味がするに違いありません」「好きなペストリーのレシピはありますか」「チョコレレートクロワッサンのレシピが大好きです。中に入っているとろけるチョコレートハマサに天国のよう」 それは魅力的に聞こえます。いつかあなたの作品を味わってみたいです。喜んで共有します。一緒に焼くのはとても楽しいかもしれません。絶対に、一緒においしいペストリーを作るために、ベーキングの日を計画しましょう。レッスン2健康的な習慣 やあ、アンナ。最近新しいエクササイズを始めましたそれは素晴らしいこれについてどう思いますか間違いなく私はより元気になり肌もよく見えますそれはすごいどんなエクササイズをしているの 有酸素運動と筋力トレーニングをミックスしてきました挑戦的だけど楽しいバランスの取れたアプローチのようですね好きなワークアウトはありますか私はサイクリングを本当に楽しんでいますこの地域を探索するのにも最適な方法ですサイクリングは素晴らしいです エクササイズと新鮮な空気を組み合わせる方法が大好きです。まさに、最近、何か新しいフィットネス、アクティビティを試しましたかはい、ヨガのクラスに参加したんですが、本当にリラックスできました。ヨガは柔軟性とマインドフルネスに優れています。いかがですか 私はそれが大好きです。忙しい一日の後にリラックスするのに役立ちます。それは重要です。ストレスを解消する方法を見つけることは、健康にとって不可欠です。絶対に運動を始めてから、他に気づいたことはありますか私の睡眠はずいぶん良くなりました。朝はもっと休んだ気がする。 これは大きなメリットです。良い睡眠は最高の気分を保つための鍵です確かにこのルーティンに遅れずについていきより多くの結果を見ることができてワクワクしていますレッッスン3プロフェッショナリズムへの道やあアンナプロとしての地位をめぐるスポーツの議論について聞いたことがありますか はい、一部のアスリートが認知度を高めようという議論を始めたのは興味深いことです確かに彼らは自分たちの競争上のパフォーマンスが真剣に受け止められることを望んでいますアスリートにとって自分にふさわしい表彰を受けることは非常に重要ですまさに 多くの人は、多大な献身を必要とする厳しいトレーニング計画を立てています。確かに、アスリートの中には、スポーツで引いてるために毎日何時間もトレーニングをしている人もいます。特定のアスリートの旅をたどったことはありますか私が持っている、記録を更新しているスイマーを追いかけてきた。 それはインスピレーションを与えてくれます。スイマーはエッジを保つために厳しいスケジュールを組んでいることが多いです。絶対に、彼らの改善への取り組みは印象的です。アマチュアアスリートにもっとサポートを与えるべきだと思いますかはい。彼らは専門家に比べてリソースが不足していることが多く、これは公平ではありません。 同感です。若い才能に投資することで、スポーツ全体を高めることができます。また、将来の世代が夢を追い求めるきっかけにもなります。まさに、あらゆるレベルのアスリートをサポートすることは、成長に不可欠です。 公平性と認知を促進する取り組みがもっと早く見られることを願っていますそれは素晴らしいでしょうハードワークを認めることで関係者全員のモチベーションを高めることができますレッスン4美術館を探索するねえあんなダウンタウンの新しい博物館に行ったことはありますかはい 先週末に行きましたが素晴らしかったですそれは嬉しいですねツアーに参加したのはい、博物館ではより有益な体験ができるガイド付きツアーを提供していますこれらのツアーは本当に役に立ったと聞きました何を学びましたか 展示の歴史について多くのことを学びました。ガイドはとても知識が豊富です。それは面白そうですね。お気に入りの展示は何でしたか。古代の遺物のセクションは本当に楽しかったです。タイムスリップしたような気分でした。うわぁ、私は歴史が大好きです。 彼らには何かユニークなものはありましたか、はい。彼らは古代文明の珍しい効果や陶器をいくつか持っていましたそれは魅力的に聞こえます私たちが過去からどれだけ学べるかはいつも驚くべきことです絶対に博物館は知識の宝庫です。 いつか一緒に戻るべきだと思うはい、間違いありません。あなたと一緒にもっと多くの展示を見てみたいです。今後の展覧会のスケジュールを確認しましょう。素晴らしいアイデアです。彼らがどんな新しいものを提供してくれるか見るのは楽しいでしょう。待ちきれない。 友達と一緒に探検するとさらに良くなります。レッスン後、新しい始まりを受け入れるねえ、アンナ、新しいことを始めるのは恐ろしいことだと思っていました。完全に理解できました。最初は圧倒されるかもしれません。正しい 最初の仕事を始めたとき、とても緊張していたのを覚えています。ダンスの授業を始めたときも同じように感じました。ついていけないのではないかと心配でした。時間が経つにつれて簡単になったと思いますかはい、みんなと知り合い、動きを覚えるともっと快適に感じました。 それは嬉しいですね。練習は自信をつけるのに本当に役立つと思います。絶対に、そして最初の一歩を踏み出すのが一番難しい場合もあります。本当です。何か新しいことを始めるのをためらっている人に何かアドバイスはありますか一歩ずつ踏み出して、 恐れずに助けを求めるのがいいと思います素晴らしいアドバイスです誰もが一度は初心者だったことがあるでしょうまさにそれに友達と一緒に何か新しいことを学ぶのはとても楽しいことですはいサポートシステムがあることは大きな違いを生みます 同感です。次はどんな新しいことに挑戦しようと考えていますか写真を始めることを考えています。ワクワクしそう。すごいですね。創造性を発揮する機会はたくさんあります。そう願うよ。 レンズを通して美しい瞬間を捉えるのが待ちきれませんレッスン6彫刻家の人生ねえアンナ私は1900年大初島に生きた有名な彫刻家について読んでいましたああ本当に彼の人生で何が特別だったの彫刻家が生涯滞在し 素晴らしい彫刻を作ったのはここでしたそれは魅力的だ彼はアート以外にも何か貢献したんですかはい彼が重要な農業実験を行ったのもここでしたうわぁ彼はアーティストだけでなくイノベーターでもありました 彼はどんな実験をしたんですか彼は地元の農家を支援するために作物と農業技術の改善に焦点を当てました。それは印象的です。アーティストが自分のスキルを活かしてコミュニティに貢献するのは素晴らしいことです。絶対に。彼の仕事は地域の農業に永続的な影響を与えました。 彼が芸術と農業をを融合させたきっっかかけを知っていますか彼は自然と芸術は密接に関係していると信じておりそのつながりを祝いたかったのですそれはとても美しい哲学ですそれは彼の作品をさらに意味のあるものにしています私もそう思います 創造性がさまざまな分野にどのように影響するかを示しています彼の彫刻の中で特に好きなものはありますかはい、彼の最も有名な作品の一つは畑で働く農夫を描いたものですそれは素晴らしいですねハードワークと献身の本質を捉えていなければなりません まさに、私たちの生活における芸術と農業の両方の重要性を思い出させてくれます。レッスン7週末の計画ねえ、アンナ、今週末会いに行かないパーフェクト。ぜひそうしたいです。何を考えているの テニスのための新しいラケットを見つけてワクワクしています。楽しそうだね。特定のお店に行く予定はありますかはい。ダウンタウンには品揃えの豊富な素晴らしいスポーツショップがあります。素晴らしい。新しいテニスシューズも使えます。素晴らしいアイデアです。 ラケッットとシューズを一緒にチェックできますはい私はいつも友達とスポーツ用品の買い物を楽しんでいます私も体験がもっと楽しくなります新しいラケットにはどのような機能を求めていますか軽量で スイングをうまくコントロールできるものが欲しいですそれ割に叶っています良いラケットはゲームを本当に上達させてくれますまさにテニス用品で好きなブランドはありますか私は大抵ウィルソンを選びます彼らのラケットは私の手に心地よく感じます ウィルソンは確かな選択です。彼らのモデルをいくつか試してみないといけない間違いない買い物の後にも一口食べましょうパーフェクトですねショッピングでワクワクするような一日を過ごした後、ちょっとした食事はいつでもいいものですレッスン8わかりやすくするための整理 ねえ、アンナ、整理整頓の力について考えていたんだ。それは素晴らしいトピックです。生活空間を本当に変えることができます。まさに、清潔な空間が、よりクリアな心につながる気がします。完全に同感です。すべてが整っていると、集中しやすくなります。 ただし部屋が散らかっているときが散ってしまうことに気づきましたこっちも同じ気づかないうちに自分がどれだけたくさんのものを蓄積しているのかいつも驚かされますそうだねもう使わなくなったものや必要ないものは捨てることにしたそれは賢い動きだもうプロセスを始めましたか はい。クローゼットから始めて、何年も着ていない服がたくさん見つかりました。それはよくあることです。役に立たなくなったアイテムを手放すのは気持ちがいい。間違いない。また、スペースを取るだけのセンチメンタルなアイテムがたくさんあることにも気づきました。 それらを手放すのは難しいかもしれませんが、必要な場合もあります。私は本当に喜びをもたらすものだけを残すことを学んでいます。それは素晴らしい考え方です。これにより、整理作業がずっと簡単になります。より整理された空間が私の日常生活をどのように改善するのか楽しみです。 私もいつの日か一緒に片付けをしようよそれは楽しいアイデアのようですね私たちはお互いに物事を手放すように動機づけることができますレッスン9歴史的な宝石を探るねえアンナ私たちの町の新しい観光ガイドについて聞いたことがありますか いや、やってない。何が特別なんだ歴史的な城など、いくつかの必見の場所を紹介しています。ああ、お城が大好きです。何がこれを際立たせているの見事な建築物と何世紀にも、渡る魅力的な歴史があります。 それれは信じられないですね。歴史的建造物の裏話について学ぶのは楽しいですまさに城はかつて王室の住居で興味深い話がたくさんありますそこに住んでいた人々のことを聞きたいです有名な人物はいるかいはい。 数人の王や女王が訪れ、隠された宝物の伝説もあります。うわぁ、あの古いホールを探検するのがどんなにワクワクするか想像できます。確かに、塔からの眺めも息を呑むほど素晴らしいはずです。絶好の撮影チャンスです。 近々訪れる予定はありますかはい。今週末に行こうと思っています。一緒に行かないぜひそうしたいです。お城を探検するのは素晴らしい冒険のようですね。素晴らしい。城を囲む庭園もチェックできます。 素敵ですね美しい風景を見るのが待ちきれません歴史と楽しさに満ちた一日になりますよそれを実現させようレッスン10発見の喜びねえあんな科学の最新の発見を追ってきたのはい。 最近の研究者が発見しているのは興味深いことです。間違いない。他の人が何を発見するかを見るのはいつもわくわくします。私も、最近、彼らが発見した新しい恐竜の種について読みました。それはすごい。彼らはそれについて何を学びましたか 彼らはそれが頭に紋章があるような独特の特徴を持っていることに気づきましたうわぁ、それぞれの発見が歴史の理解を深める方法が大好きです絶対に過去の巨大なパズルをつなぎ合わせるようなものです発見といえば、最近何か新しい趣味を試したことはありますか はい、私は絵を描き始めましたが、それは素晴らしい創造の手段でした。楽しそうだね。何を描くのが好きですか。主に風景画ですが、抽象的なスタイルも試しています。あなたの作品を見てみたいです。アートを通して自分を表現するのはワクワクするよ。 ありがとう。自然や日常生活からインスピレーションを得ています。それは素晴らしい情報源です。自然にはたくさんの美しさがあります。まさに、そしてアートを共有することで、他の人たちも自分の創造性を探求するようになります。完全に同感です。 お互いに新しいことを発見するように励ますことがすべてです。レッスン11パーフェクトなギフトを探すねえ、アンナ、妹の誕生日のプレゼントを探しています。何かおすすめはありますか間違いない。彼女は何が好きですか 彼女は読書が大好きで、ファンタジー小説に魅了されています。それは大きな関心事です。クラシックの美しいイラスト版はいかがですかパーフェクトですね。特定の本を考えていますか多分ホビット。時代を超越した物語で、素晴らしいイラストが描かれています。 私はそのアイデアが大好きです。ギフトの予算はどのくらいですか30ドル前後が妥当だと思います。いいレンジだね。オンラインや地元の書店で調べます。素晴らしい。楽しい本関連のアクセサリーも見つかるかもしれません。 アクセサリーとはどういう意味ですかしおりブックプレートまたは心地よい読書用ブランケットなどそれらは素敵ですね彼らは贈り物をさらに特別なものにすることができますまさにちょっとした読書セットが作れますアンナ あなたの助けに感謝します。自分の選択に自信が持てるようになりました。レッスン12飲み物の歴史ねえ、アンナ、何千年も前、中東ではアルコール飲料が一般的だったことをご存知ですか本当に、それは魅力的だ。当時、どんな飲み物が人気だったの 彼らは主にビールやワインなどの発酵飲料を消費しました興味深いこれらの飲み物は特別な日に使われたのかそれとも日常的に飲んだのか両方それらは儀式の一部であり多くの人々が毎日消費していましたそれ割にかなっています アルコールは歴史を通じてさまざまな文化において重要な役割を果たしてきましたまさにしかし当時の製造方法は今日の技術とはかなり異なっていましたどうやって何が彼らをユニークにしたのか彼らは、環境中にに存在する野生工房に頼って、 自然発酵プロセスを使用しましたうわぁ、それが各バッジを非常にユニークにしたと想像できますはい、また発酵プロセスによって有害な細菌が死滅するため水の安全を確保する方法でもありましたそれは素晴らしい点です こうした初期の慣習を必然性がどのように形作ったかは興味深いです確かにこれらの社会ではアルコール飲料も社会的経済的目的を果たしましたこんなにシンプルなものにこんなに豊かな歴史があるなんて驚きです絶対に過去について学ぶことは 現在の習慣をよりよく理解するのに役立ちます。レッスン13新しいシリーズへのダイビング。ねえ、アンナ、みんなが話題にしている新しいシリーズを見始めましたか？まだだ。どっちのことを言ってるの？私は、クロニクル・オブ タイムについて話している。本当に魅力的です。聞いたことがある、これから始めたい人には、何を勧めますかパイロットエピソードから始めることをお勧めします。トーンが完璧に決まっています。それ割に叶っています。シリーズでは第一印象がとても重要です。 まさに登場人物がよく紹介されていてその筋書きはすぐにあなたの注意を引く「ペースはどうあまり長引かない番組が好きです素晴らしい」エピソードはバランスが取れており十分なアクションとキャラクター開発が行われています。 それは魅力的に聞こえます。最初のシーズンにはいくつのエピソードがありますか10はあるので、週末にかけて簡単に一気に視聴できます。パーフェクト。シリーズが短いのですぐに終わりますが、それでも魅力的なものが大好きです。きっと楽しめますよ。さらに、 セカンドシーズンについてはすでに話題になっていますそれはワクワクするつまりこの番組にはもっと素晴らしいストーリーが生まれる可能性があるということです確かに最初のエピソードを見た後どう思うか教えてくださいレレッスン14プレイヤーの旅アンナさん 今シーズンの試合には参加していますかまだ練習中ですが、近いうちにいくつかの地域大会に参加したいと思っています。それはワクワクする。練習ではどのようなスキルに力を入れていますか今はサーブに取り組んでいるし、フットワークも改善している。どちらも僕の試合には必要不可欠だ。 間違いない強いサーブは試合の調子を本当に決めることができますまさにまたさまざまな対戦相手のために戦略を練習してきましたそれは賢い適応方法を知ることで大きな違いが生まれますはい他の人から学ぶために 過去の試合のビデオをいくつか調べていますそれは素晴らしいアイディアだ経験豊富なプレイヤーを見ることは貴重な洞察を与えてくれます本当に助かります自分のスタイルに取り入れたいテクニックに気づきました尊敬するお気に入りの選手はいますか 私はセリーナ・ウィリアムズを尊敬しています。彼女の決意とスキルは本当に刺激的です。彼女は素晴らしいアスリートです。彼女の労働倫理は目指すべきものです。絶対に、そのエネルギーを次の試合に生かしたいと思っています。きっとうまくいくと思います。 準備を整えれば、輝く準備はできますよ。レッスン15旅行オプションの探索ねえ、アンナ、運転する代わりに電車で旅行することを考えたことはありますか面白いアイディアだね。考えたことはあるけど、試したことはない。電車は。 特に長距離の場合に非常に便利です。交通渋滞に巻き込まれるよりもリラックスできると聞きました。まさに、しかも、駐車場を気にせず景色を楽しむことができます。いいですね。費用は通常はもっと手頃な価格ですか 特に事前に予約した場合はそうなる可能性があります時には大きな割引がありますそれは知っておくと良いことです次の旅行のために調べないといけませんそうすべきだ最近どこかに旅行したことがありますかはい先月ビーチに行きました爽快な休暇でした。 素敵ですね。車を運転したり、公共交通機関を利用したりしましたか。私は車を運転したが、バスか電車に乗ることを考えていたらよかったのに。バスも楽しい選択肢です。特に新しい人との出会いが好きな場合はなおさらです。それは本当です。バスに乗るのはとても社交的だと聞きました。 はい。そして途中で素晴らしい景色を眺めることができることがよくありますレッスン16「健康的な選択ねえアンナ最近健康的な食事について考えていました果物や野菜はどうそれは素晴らしいトピックです昨日、リンゴと人参を買ったばかりだ。 いい選択です。リンゴはとても用途が広いです。生で食べますかそれとも調理しますか普段は生でおやつとして食べますが、パイにもよく合います。アップルパイが大好き。リンゴには何を合わせるのが好き時々、ピーナッツバターに浸しておいしいおやつにします。 おいしそう。人参はどう好きな作り方はありますか生でふむすと一緒に楽しんだり、スパイスを加えてローストしたりします。ローストすると甘さが引き立ちます。ハーブを入れてみた。はい。タイムとローズマリーはローストした人参ととてもよく合います。 ヤムやってみないと他にどんな果物が好きですかベリーが大好き抗酸化物質がたっぷり入っていて素晴らしい味がしますベリーは素晴らしいですスムージーやデザートに使っていますか両方。 私はよくスムージーにブレンドして爽やかなドリンクにします。それは健康的な選択です。果物や野菜がこんなに用途が広いのは素晴らしいことです。レッスン17羽の生えた鳥ねえ、アンナ、最近地元の鳥について学んでいるんだけど、すごく面白い。 それは面白そうですね。どんな種類の鳥を発見したのさて、白鳥とその水上での優雅な動きについて学びました。白鳥は美しい。楽に滑る様子が気に入っています。他に何を見つけましたか素晴らしい釣り技術で知られるアオサギもいます。 魚が通り過ぎるのを待って、長い間じっと立っているのを見たことがあります。まさに、そして、餌を捕まえるために水中に潜るの話も読んだことがあります。彼らは魅力的です。彼らがこんなに熟練したダイバーだとは知らなかった。はい。そして、雄大でパワフルな白桃足もいます。 アシは本当に象徴的です野生の動物を見るのは素晴らしいに違いありませんですまた素晴らしい狩猟能力で知られるミサゴにも出会いましたミサゴは印象的です彼らが普段何を食べているか知っていますか主に魚ですが、 必要に応じて小鳥も狩りますそれは面白いペリカンはどう独特な給仕方法があるそうですね彼らはそうしますペリカンは泳いでいる間大きなくちばしを使って魚をすくい上げるそれはとても効果的なテクニックですカナダダチョウはどう このあたりではごくありふれた存在でクラクションの鳴き声は間違いありませんはい彼らは V 字型のフォーメーションで移動しますこれは見ていて素晴らしいです私たちの地域には鳥の種がどれほど多様であるかは信じられないほどですチャンネル登録いいね共有してくださいあなたのサポートは 私たちがより素晴らしいコンテンツを作成するのに役立ちますありがとうございまし